はい、皆さんこんにちは。今日は仕事終わりから近場の無料キャンプ場にやってまいりました。桜が満開です。いや、時間もちょっと押してるっていうか、今17時半くらいなんですけど、暗くなるのも早いのでサクッとテントを立てていきたいと思います。今日の幕はワンティグリスのコニファーです。薪ストも入れてやってきます。では設営やっていきましょう。はい、中はグランドシートを敷いて地べた寝スタイルで今日は寝たいと思います。マットはベアーズロックの10センチのインフレータブルマットです。最近はこれで寝ております。はい、ただいまの時刻は18時56分。外気温は 2.3 度です。設営完了しました。はい、今日はこんな感じでオイルランタンをいっぱい持ってきました。動画では初登場のナトゥーラのミニランタンと、このローズゴールドのデイツのランタンは昨日アマゾンから届いたやつです。デイツの76かなです。でこっちはフュアハンドなんですけど、岩田電機のクラッシュアイスがついてます。先月抽選で当たったんですよね。薪ストは夜遅くなったら点火してこもろうと思います。桜が満開です。こんな感じで今日は楽しんでいこうと思います。椅子の後ろぐちゃぐちゃ。では設営完了したので乾杯したいと思います。カルピスですけど。では皆さん、お疲れピスでした。カルピスソーダうめえ。今日の夜ご飯は焼肉です。お手軽。ハラミと牛タンとネギ塩ホルモンと鉄砲焼きでございます。まずはお米を炊いてですね、食べていきましょう。桜は咲いてるけど寒いっすね。3度ですね今。よし、牛タンはね、この堀西で今日食べていきます。白味噌とわさび昆布ですね。
わさび昆布が結構美味しいですね。では牛タン焼いていきましょう。ちょっと斜めってるね。そりゃめっちゃ火力が強すぎるか。いいかなこれ食べちゃって。じゃあ最初は白味噌掘りにしでいただいてみます。よし、では牛タン映るか。こうか。これどう。来ない、ピンと来ない。いや、じゃあいただきます。おいしい。うん、まっ。パッカーン。ウィー。これね、寒い時期ってこれご飯こうやってると冷えやすいんですけど、この焚き火台のね、この下に置いとくと結構保温できるんですよ。ちょっとしたキャンプハックです。結構冷めにくくなりますね、この辺に置いてると。ではお肉焼いていくか。あんまり動画に登場しないフェデカのトング、これ去年から、ね、使ってます。すごい使いやすい。この鉄砲焼きすごい美味しいです。近くのスーパーに売ってる頑固おやじシリーズってやつなんですけど、この頑固おやじシリーズ全般的にうまいですね。ハラミとかも美味しいんですよ。炊事場は使えるんですけど、洗い物は全部ペーパータオルで拭いて家でいつも洗ってます。まあ、こっから自宅まで10分くらいなんで、お風呂も後で入りに行ってまた戻ってきます。今日会社でミスドもらったんで、ミスド食べたいと思います。チョコオールドファッションとエンゼルフレンチかもらいました。エンゼルフレンチ食べて、オールドファッションは明日の朝食べようかな。エンゼルフレンチいただきます。桜は咲いてるけど寒いですね。今2度ですね。2.7 度。お風呂に入りに自宅に行きます。とお風呂入ってきました。なんか微妙に雨が降ってきてるんですよね。今日雨予報じゃなかったのに。では今度は引きこもって薪ストで楽しんでいこうと思います。一酸化炭素チェッカーもオン。ゼロ。来るときコンビニでチョコミントアイス買ってきました。最近このパルムのチョコミントにハマってます。いただきます。お、ジェットストリームのお時間ですね。遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を停電を機に憧れの街を一目見ようと決めていた。テントの中からも桜が見えます。海外へ挑戦しザ・お花見キャンプ。深夜は
ジェットストリーム聞きながらこうやって薪ストー見てダラダラしてるのが好きです。先月もここで3回キャンプしたんですけど、こんな感じで薪ストー見ながら深夜はダラダラしてます。ただいまの時刻午前1時36分、幕内の温度は28度です。ガンガン燃えてます。もうちょっと薪燃やしたら寝ようと思います。とりあえず消灯して寝る準備をします。ではおやすみなさいませ。焚き火台倒れてる、散乱してる、風が。朝はコーヒー飲んでゆっくりして帰ろうかと思ったんですけど、ちょっとこの風だとお湯も沸かせなそうなので撤収始めちゃいたいと思います。ミスドだけ食べて帰ろうかな。では、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。次は元ブログ撮ってきたいなと思ってます。では。